デュエルラブ、恋する乙女は勝利の女神。はい、デュエルラブやっていきたいと思います。始めるとするか。はい、そうだ、クリスマスだったね。あ、そう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 、今から戦いが始まるって感じよね。誰と戦うんだっけ、あのなんか鬱陶しいやつだっけ。さすがタッグマッチ戦、いつも以上に観客も多いし熱気もすごい。桜くんの試合もう少し後なんだ。まあ桜以外の試合なんかどうでもいいよね。あ、結城朝倉ペア、いいね。二階堂兄弟、最悪。え、頑張って、二人とも、キャー。結城選手、朝倉選手は普段から仲のいい選手同士。ここでも息の合った戦いを見せてくれそうです。そうだね。なんかさ、体がひょろいよね、ブー。じゃあ俺からだ、そっちは。お前泣いて俺に決まってるだ、なんだこういうの野郎。桜に任せるまでもない、俺で終わらせてやる。そうだね、ボコボコにしてやって。お、いいね。相手は弟の哲也選手のようですが、お互い攻め合うタイプ、長期戦に。いや違います。これはどうしたことでしょう。分が悪いのは結城選手。え？なんでよ。痛くも痒くもないな。なんで？そこまでガーダ強くなかったのに。まあ知らなくてもいいことだろう。ええ。ムカつく、思った以上楽な試合になりそうだよとかさ、やってる最中に言われたらイライラするよね。このえ、どういうこと？メス押され始めてるやんか。そうだよ、変わっときな、変わっときな、もう。いいね、ほいきたどっこいど根性ってかわいい。あれ黙っとんの、この大会。ねえ待って、リングアナがね、それ分かんなくなってるのは良くないと思う。戦略なしで挑むバカはだって。そうやな、俺に戦略なんて必要あらへんよ、倒してもやっぱ同じやもん。そうだそうだ、この部分も達者やで、目に物見せたるわ。なんなのこの兄弟ね。いやーね、強引に突き飛ばした、いいね。何勝った？あ、ダウンだって、オツ。入れ替わるなんて双子ならではの戦略だよね。いつも桜くん大丈夫かな、いきなり様子を見に行ってみよう。え、にまたシャワー覗くの？ダメよ、もう。覗くのかな？あ、違った。こっそり来てくれたみたいやな。けど俺が呼んだことにすればどうにかなるんや。あんま気にせんと遠慮なく入ってええよ。ありがとう、それと勝ててよかったね。おおきに。いやはや、それにしてもタッグマッチはええ勉強になったわ。いろいろと思うこともあったし、宿題は嫌やけど、これはちゃんと答え出さんと。カイカ、喋りに夢中になってアイシング忘れるところやった。アイシングわからん？あんな肩とか酷使した部分は当然熱を持つわけや。でもって動かし終えた後もその熱はすぐには消えないっちゅう厄介なもんでな。だから氷やら当ててその上がった熱を下げてやれば、体のエネルギーを使う必要がなくなるってな。その結果疲れにくくなるし、お得やで。
覚えろとは言わんけど、興味あるなら少し調べてみるとええよ。ネットで検索すればずらずら出てくるしな。ってなわけでそろそろ面倒がらんとやっとこう。よければ私が当てようか。そう、ついに。ちょっとこれね、私、加減が難しいのよね。まだある？もうなくない？え？あ、そういうこと？え、もうなくない？すごいわね、なんか。あった！ごめん！ミスったわ、今。なかなか丁寧やん。いや、待って。そこは見てなかった。ありがとやんな。大丈夫？めっちゃ気持ちよかったでは、ちょっとね。ちょ、今。帰るなら俺も一緒や。別れ道まで一緒に帰ろう。もう、ほんと付き合ってる、これは。ね、すぐ行くわ。あ、マフラーかわいい。じゃあ帰ろうか。ここで突っ立てたんじゃ寒いばっかやしな。ラグマッチも終わった後はもう終業式からけか。言うても俺冬休みだからってどこにも行かずバイト三昧やねんけどな。冬休み限定の日給バイトでガンガン稼ぐで。朝から晩まで働けるなんてこんな時だけやしな。そんなの耐えて大丈夫？ほんとね。俺体力だけが取りやもん。俺とデートせえへんやって。どうしよう。ほら、なんだかんだ世話になってるやんか。今日もだし、試合では応援してもらってるし。そのお礼になるかわからんけど、25日は先約なければしな遊ぼう。とか言うてバイトがあるし、昼間しか会えんねんけど。さすがに休日休むのは無理やってん。それでもいいならぜひぜひに。いつもの公園11時な。のんびり散歩とかしよう。どうせなら、あと、もっとあっちこっち連れてってあげたいんやけど、正直すまん。なんせ貧乏や。いや、私が出すよね。公園デートが精一杯っちゅうのも、でも、いいよね。なんか学生の時のね、公園デートっていいのよ。なんか、年取るとちょっとね、退屈になるけど、いいのよね。あら、ちょっと、キュンだね、これはね。すごい、25日だよ、これだって。あ、かわいい。私でごめんな。ほんまなら今日は、天気もええし、まず話をしながら池の周り一周しようか。なんや、もう池を一周してもうた。話に夢中になりすぎてんかな。俺はまだ歩けるけど、さすがに、とちゃん歩き疲れたか？ベンチに座るか？腹減った？ファーストフードやったらおごるぐらい。いいよ、全然出すのに。たこ焼き屋の兄ちゃんじゃねえか。今日いつもの格好と違う。いつもの格好と違うんだね。常連のおっちゃんとおばちゃんやん。それにしても兄ちゃんも隅に置けないね。ほんとね、そんな可愛い彼女がいるんだろう。早く教えてちょうだいな。彼女です、どうも、こんにちは。いいな、こういう時せやろせやろって言ってくれるぐらいが私はいい。一目惚れっちゅうやつでな、転校してきたそのうちに猛アタックや。それでこうしてデートまでこぎつけたんやで。だけど邪魔せんといてな。なんだい、仲間に入りたいのかね。この間のリベンジさせておくれよ。何のこと？花札や。おっちゃんとおばちゃんはこの近所に住んでる夫婦やねんけどな。こうして天気のいい昼間はこういうのんびり過ごすのに一回やねん。花札やっててな。俺、ゲームならカード系も得意やし、俺もできるんやでーって声かけて仲間に入れてもらったんや。素敵ー。私できないよ。花札はできない。
おかかのおにぎりか。私はツナマヨがいいな。今日はやってこそ。いいよ、やろうやろう。うん、今日も勝つで。あ、ちょっとわかんないね、ルールがね。なんか平和だよね。カノさんも一緒にな。あら、とても似合いよ、せなこおしゃれ。おばあちゃんいいこと言うね。お前いい人や。花札初めて言う割に強かったな。俺よか運がええなんてびっくりや。おっちゃんら目で追ってどうしたん？最後まで誤解させたままでいいのかなって。あ、彼女ってやつか、大丈夫やろ。嘘を誠にすりゃええだけや。なんてな。甘いすぎて、ついこそ怒られそうやし、ここまでにしとこう。でもほんま、おっちゃんとおばちゃんのことは心配せんといて。俺もゲームオーバーやな。そろそろバイトの時間や。悲しいか残念いうか楽しい時間はあっちゅう間やな。でも終わりなの？今日ってクリスマスやろ。そういう日に遊んでもらうってのはどうかと思ったけどや。他の日は全部朝から晩までバイトやし無理やってん。そのくせデートなこんなだし。ほんまプレゼント一つでも渡したかったけど、給料日は月末でな。わかるわかる。なんかクリスマスプレゼントってなんか難しいよね。給料のタイミング考えるとね。俺も感謝。また誘うし。あら。何、女神様に願いをって、どういうこと？この家さ、あれだよね、なかなか出てこないの。初詣。何このダサい音は。携帯の弱小ダサくない？もうちょっと可愛いのにしなよ。あ、けましておめでとうさんって。けましておめでとうございます。今年もよろしくね。こちらこそよろしくしてな。今日早速よろしくせえへん？あんな今いつもたこ焼きでバイトしてんのや。朝から晩まで働き通しやねんけど、もうちょいしたら30分休みもらえんねん。その時一緒にお参りとかせえへん？参らんくても俺として会えたら嬉しいねんけどな。でも30分しか会えないんでしょ。30分のためにさ、わざわざ行くこのゆうたちゃんは可愛げがあるよね。私無理。30分のためには行けないかもしれない。あ、でもどうだろう、学生の頃だったらいけるかな。どうもどうも。タイミングええな。俺もちょうど休憩に入ったとこや。ね、すごい人やろ。想像してた以上だよ。みんな神さんに頼み事があるってことやな。運が良けりゃ叶えられるかもしれんよ。桜くんは叶えてほしい願い事があるの？どうやろ、神様は信じている方やで。俺にはラッキーの神さんがついてるはずやしな。せやけど願いっちゅうのは自分で叶えてこそやろ。何でも神さん頼みってのは。わらにもすがるってのはわかるけどな。すまんすまん、正月早々お堅い話になったかもしれん。時間もあんまないし、お参りしに行こうか。おみくじ引いて、たまには焼きそばでも食うか。はぐれんようにちゃんと腕にひっついといてなって。ちょっとほんと、焼きそばとたこ焼きやったらたこ焼きを食べたい。ありえへん。初めて引いた大凶なんてもんは。おかしいな、俺にはラッキーの神さんがついとるはずやねんけど。だいぶそうならないように気をつければいいんだし。なるほど、待ち人けえへんのやったら俺から迎えは。まあ、その考えはなかった。性に合わんな。さくらくん、ぼーっとしてたか？なんかな。学園に通ってるとそうでもなかったのに、冬休みに入ってバイト朝から晩までやってるとな。早くキング倒して自分の将来に保証が欲しいと考えてばっかで。保証言うとこか。あんな俺んち大家族やね。おとんにおかん、妹、弟が3人に妹が2人。確かに多いわね。俺は長男でこれから兄弟を食わせてやらないかんわけや。親は気にしないでいいって言うけど、やっぱ可愛いしな。俺は頭悪いから無理やけど、大学とか行きたい言うのも出るかもしれんや。
小遣いだって増やして欲しがる年になりつつあるしな。だからバイト三昧なんだ。素敵すぎ。なんかもう人としてができてる、ちゃんと。そういうこっちゃ。俺たこ焼き焼くのと体力と他に自信あるって言ったら喧嘩ぐらいでな。関西に住んでた頃、高校受験が近づくにつれ将来とか悩み出したわけや。そんな時世話になった先輩に、あの学校話を聞いたのね。もうそこでスカウトにでも会えば1億円プレイヤーになれるかもな、でな。俺これやってもん、てなもんで、親に話したらええんちゃうのとあっさり OK もらえてな。まあ俺一人越せばええと思ってたんやけど、家族は一緒でなけりゃってことで、揃って引っ越しや。それもお金また必要だったんじゃないの？でもな、なかなか思う通りにいかんのが人生っちゅうか、俺は他の選手と違って武術を習ってるわけではなく、いいんじゃない別に、なんか武術習ってた人たちなんかしょぼかったもん。冷静に自分を見つめるのも苦手やし、そういうの第三者がしてくれたらええなとか思うようになってな。でもな、相談。セコンドって興味あるか？え、うん。わかった。正直に答えてくれて大きいに。言うても今すぐどうのって話でもないしな。俺がそういう考えを持ってるの知っておいてほしかっただけや。ごめんな、突然。もうなんか可愛いや、桜。どうも隠し事言うほどでもないけどな。気になることとか、私、腹に溜めとけ。わかる。私もそう。おみくじ大凶やったけど、やっぱ今年もええ年になりそうや。俺の悩みも勝てばどうってことの話かもしれんし。そうよ、全部ね、殴り倒していけばいいのよ。もう今日は俺の話に付き合ってくれてありがとうさん。これでもさ、1日でしょ。こっからさ、学校始まるまで会わないんでしょ。辛くない無理なんだけど。あ、もう学校始まった、早っ。よう、ホームルーム始めるぞ。席つけ。明けおめ、私はお前らも最上級生になるんだからな。そこんとこ踏まえて気引き締めていけよ。ああ、学園長のありがたいこと、こういうのいらないよね。寝るとかいう以前にちょっとイライラするよね。早く話終われよって。学園長の話って長いんだよね。なのに寝るなって方が無理だってば。なんであれみんな長いんだろうね。東村先生も寝てたことあるんだよ。私去年の始業式でバッチリ見たの覚えてるもん。まあ、これが終われば今日はすぐ帰れるし、少しの我慢だね。思ったより学園って話も早く終わってよかった。私もダッシュで帰らなきゃ。そうなの？明日の授業までに冬休みの宿題終わらせないとダメなんだ。終わってないんかい。旅行から帰ってきた後も遊んじゃったからね。というわけで一本でも早い電車に乗るため走って帰るから今日はここで。バイバーイ。すごいわね、ギリギリね。そんな宿題はね、先にやっとくべきよ、ほんと。なんと、うちのたこ焼き、誰ケチつけてるやつ。俺の焼いたたこ焼きのどこがまずいっちゅうねん。まずいものはまずいとしか言えないが、これあれだよね。名前忘れた。あの人、ほら。声が中井さんの人。外はカリカリ、中はとろーり。ソースも鰹節も青のりもケチらずかけとる。作り置きも最小限にとどめて、基本は出来たて熱々やで。どうであろうとまずいものはまずいな。なんかもうほんとイライラする、こういうやつ。確かに中はトロッとしているが、混ぜ方が悪いんじゃないか。後味が粉っぽいぞ。なにこいつ。ソースも鰹節もかければいいってものではない。これではタコの味が伝わらなくなる。タコ焼きなんていうのはね、悪いけど、ソースとマヨネーズと鰹節食いに行ってるようなもんなのよ。なんか、いいのよ、それで。ほんとね。随分と余裕があるじゃないか。何がや。まあ、どこがタコ焼きなんぞを作っていてな。たこ焼きなんぞ？いやー感じ悪い。キングやからって偉そうなのも大概にせえや。っていうかさ、グラサン似合ってないから外した方がいいよ。ねえ。
私目の前行ってグラサンバーって取ってへし折ってあげたいもん。声がでかい。聞こえているからもそしと落とせ。それと俺はたこ焼きをバカにしているわけではない。もうすぐ試合だというのにバイトに明け暮れてていいのかと聞いた。これかで訓練の一つや。重いもん持ち運んだりせなならんし。むかつく。それ本気で言ってるなら相当ふざけてるな。それともお前もしかして俺を舐めてるのか。舐めてもうまいもんちゃうやろ。そうだそうだ。冗談でなく現実をちゃんと見ろ。関西では負け知らずだったようだが格闘と喧嘩は違う。そんぐらい分かっとる。そう思えないがな。そうかい。それならそれでええわ。商売の邪魔や。さっさと消えてくれん。事務所事情が悪いと思うだとたんの。ムカつく。何この人嫌いなんだけど。これでも俺お前に一目置いてはいた。荒削りだが強くなるだろうと見込んでいたんだ。だが最近のお前はどうだ。ろくに訓練もしない。なんかさ、しょうがないじゃない。あんたには家庭環境わかんのって。見ないとこでちゃんとやってんのや。そうか、なら今少し手合わせしてやろう。ね、バイト中なのこっち。理解しな、ほんとに。そいつの子把握するには自分より強いと戦うことだ。キングさんな、調子乗んなや。それお前だろ。お酒元生徒会長がなんぼのもんじゃ。伊達ちゃんだ、伊達ちゃん。なんか伊達ちゃんちょっと好きかもと思ったけど嫌いになったわ。ごめんね。バイバイ。もうふざけてるのお前だって言ってきたんだけど、鬱陶しい。お前は本当に単細胞というか冷静さに欠ける男だな。なんや、今なんで当たった。確かに俺はガードしたはずやっちゅうのに。そのガードごと吹っ飛ばしたんだ。それもわからなかったのか。ガードごと。ガードを外して打ち込むこともできたけどな。そうしなかったことを感謝しておけ。出なければ喋ることもできず、今胃液ばかり吐き出していたはず。俺よかスピードも拳の威力も上ってことか。上？お前まだ勘違いしているようだな。上どころか今の力は軽く小づいた程度だぞ。いや、なんかもうなんかあの、なんかなんていうの、なんかしょぼい RPG とかの中ボスぐらいの発言だよね。殴られてすぐそうして立ち上がれるなら鍛えてはいたということか。だが後で自分の腹を見ておくんだな。技ができているのは間違いない。最悪なんならそこで心配そうに見守ってる女に見てもらったらどうだ。よし、私が殴りに行こう、これは。って、ほんと。よかった、慰めてくれる相手がいて。そのまずいたこ焼きでも食べながら今後相談でも。ムカつくんだけど。このことが嘘だと思うのはお前の自由。なんか真実を早めに認めた方が楽になる。分かったら誰かの手を借りてでももっと自分を鍛えろ。お前には残された時間がないに等しいぞ。こっちはバイト中だっていうのにね、言いたい放題言うてくれ。ああ、ちょっとかすめた程度や思ってたのに、なんと重さや。これがキングの力、しかも一部分やって。本気出したらどんだけ強いっちゅうのや。お腹大丈夫？お前どうってことないって言いたいとこやけど、えらいかっこ悪いとこ見せてもうたな。バイトしながら訓練してても十分いけると思ってたのにな。無理やん。またこれっぽっちも相手になっとらんやん。そんなこと。いや、ええよ。ただ同情お断りや。今のパンチ食らった俺が一番勝っとる。このままじゃ語れへんてな。どうにもならん言うか。たこ焼き焦げとる。また踏んだり蹴ったりやな。焦げたの食べるよ、全然。今日の内緒にしといてや。大丈夫やって、気にせんといて。ちょっとほんと。そう、なんか典型的な鬱陶しいやつだったもんね、今のね。伊達ちゃんね。おう、ホ
ルーム始めるぞ。席つけ。とは言っても今日は特に連絡事項なしか。部活や塾、遊びでも遅く帰るやつは気をつけろよ。はーい。あの椅子に座ってる女よくないよね。お前の方に朝倉から連絡入ったか？なしか。欠席の連絡は本人から入ってはいるんだがどうもな。具合が悪いから元気ないにしても気になるんだよ。遅刻はあっても休みなんて俺が担任も受け持ってから一度もなかったしな。お前最近よく朝倉といるだろ？担任からしつこく連絡入るより仲のいいお前から連絡入る方があいつもいいはずだ。でも連絡取ってくれや。で、なんか問題あったらいつでも俺に言え。いいな。あら、学校休んだの？昨日のあれが原因で休んでるぐらい私にもわかる。だから心配で休み時間ごとにメールを打ったりはしてたけど。何？どうしたの？五代さん、本当に。あ、でも今日お休みなんですね。具合大丈夫なんでしょうか？いつはずうずうしいな承知でお昼休みにメールをしたんです。けどお返事はなくて具合が悪くてそういうとこじゃないのかなって。木村先輩連絡は？そうですか、うん、ちょっと五代さんはいいのよ今もうちょっと蚊帳の外よ悪いけど。しっし、うん、私もう一回だけ連絡して電話したらいいんだよ。電話どういう音なのこれ。電話かけるってこの音する？出ない。でも今日はバイトの日だよね。桜くんのことはそれだけは顔出しているかも。偉いよ、学校休んだのにバイト行ってたらめっちゃ偉い子だよね。こっちも休みなんだ。まあそうだよね。これ以上電話するのはうるさくなりそうだし。あら、そこへかけるのよ。ここは走って追いかけるのよ。待ってくれてありがとう。そっか、逃げてよかったっちゅうのに、リチに立ち止まってもうた。俺ってほんまアホやな。ちゅうか、ぼーっとしとるからって、目の前に来るまで、あら。そんな心配そうな顔せんでえよ。俺見ての通りピンピンしてるで。学校休んだのは昨日の今日やし、顔合わせづらいっちゅうか。ジンちゃんとか同じクラスやろ。俺の様子が変だとバレそうやんか。学園には他の選手も当然おるし、休校者もあるし。なんかそういう場所に行くのが唐突に嫌になったっちゅうか。とか言うても家族に迷惑も心配をかけられん。ずーっとは無理でも今日一日だけ一人になりたかったんや。そっから飽きもせず連絡くれる。あら。最初はうるさい思って電源切ってしまうかと思ったんやけど、できんかった。俺も単純っちゅうか心配されて嬉しくなってるしな。犯人な、どうしようもない男で。うん、そんなことない。うん。いや、五代さんはいいのよ。もうこの際、ここで五代さんの話はもういいわよ。うん。あんな、学園休んで日がない一日公園のベンチに座ってぼーっと池眺めてな。何しとんのかな、自分。とか思いつつ、でも時間が経てば経つほどキンクのことしか考えられるようになって。いや、そんな逆切れとかほんま俺の性格おかしいっちゅうね。まあ、そこに気づけた、気づいたら余計なさくなって、ごっつ落ちた。あら。俺は家族のために戦ってるのがかなりの割合で参戦理由や。それに間違いはないし、これからもそうやねんけどな。俺自身が戦うのも好きだからやってるのは真実。嫌いな仕事を選んで家族を養うほど俺の性格ができてないわけや。でもそこまで考えが行き着くと逆に開き直るっちゅうの？負けるんでも力いっぱい盛大に負けるぐらいは気持ちいい言うか。だからって勝ちを諦めたわけでもなくてな。そうね、一話ぐらいどころかもうなんかね。そのためにどうすればいいか考えて、でも明暗が出てこない自分に腹も立ってたけどや。今ええのが出たわ。このセコンドになってくれへん？前それっぽい話したけど、今回本気でお願いさせていただきます。ああ。ロードワークって何？
うん、テンパってるかもしれん。俺声かけてほしいよか、裏ソファで俺を見守ってほしいね。まあ、うん、いや、やりますよ。ごめんねって今ここで言う人最悪よ。私、うんって。あらあらあら。やりますよ、そりゃ。もうここまで来てね。これからお互い忙しくなるけどよろしく頼むわ。どうだね、勉強すればいいのよ。そう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 。キングとの対戦は3月。そう、あと2ヶ月や。それまでの間俺をみっちり叱ってな。なんでやる気が。やる気の前に愛したら猛烈なスイマーが。あらあら。寝た方がいいね、これはね。このベンチ使って、ええたちの、ええー。ありがとうやんな。それに不思議やな。女の子と一緒に楽しいのは毎度のことやけど、こんな風に落ち着くのは、あら、特別いうこと。あ、もう結婚ですね。うん。試合の結果どうなるかその時になるまで分からんけど、満足の結果になるよ。そばで見守っててな。あ、いい関係性気づいてるよね、もう。え、でも3月でしょ。え、ロードワークって何なの？本当に。わかんないんだけど、私。大丈夫？走るの？洗車なんか乗ってどこ行くんだ？海でロードワークのお手伝いです。そういや、お前、あいつのセコンドになったそうだな。噂になってたぞ。俺としてもセコンドとしてお前がどこまでやれるか楽しみではあるな。なんだなんだ、いきなり不安げな顔しやがって。うん、わかんない。まだその手の勉強してきたわけじゃないんだしな。じゃあ俺がセコンド初心者の前にアドバイスをしてやろう。セコンドの仕事ってのは試合中の負傷の手当てや試合後の汗拭き、体力、精神面、すべての疲れを癒してやることも仕事のうちだ。それに選手の長所、短所をよく把握していて、かつ選手から信頼を寄せられなきゃ大変。うん。そう、がっかりすんな初心者だろうとできることはたくさんあるぞ。その中で特に大事だ、お前が選手にしてやれること。それは選手がピンチになった時、諦めさせたり、そして諦めさせたり、うん、あ、そういうことね。いい先生よね。確かに応援をしっかりできなくちゃダメだよね。うん。で、ロードワークって何？ああ、その、待ってたで。一人でももちろんロードワークは山根以上にするけどな。こうしてセコンドがおるっていうだけでも気分的に違うし、時間取らせて申し訳ないけど、ほんまよろしく。頑張ろうね。時間もたねし始めようか。自転車って、あ、やっぱそういうことね。もっかそれやりたい。私、それ結構夢だった。めっちゃやりたいと思ってた、あれ。なんかドラマとかでよくあるじゃない。え、待って。ゲームなの？タッチでペダルの漕ぎ方を調整し、電車の速さ。ちょっと待って。ねえ、待って。あんな、散歩とちゃうねんで。ちょっと待って。違う、やり方がわかんないの。え、待って待って。これはちょっとやり直しをさせてほしい。うん。うわぁ。え、嘘やん。最悪。何今の？だって押してたよ。あ、押したら遅くなるとかだったのかな、今の。最悪やんだとしたら。大丈夫これ。え？あ、準決勝ね。びっくりした。もう決勝かと思った。なんかさっきのミスったせいでもうゲームオーバーですみたいな、そういうことかと思った。
ちょっと最悪の時のためにセーブデータ分けとくわ。はい、ということで今回はね、これで終わりたいと思います。バイバイ。